What's happening, buddy? How are you, bro? I'm good. How are you living? こんにちは、ドリナーです。ということで、今回はジャスティンのこの動画について解説していきたいなと思います。はい、ということで、最近ジャスティン全く SNS の活動をしてなくて、ファンとしてはね、めちゃくちゃ寂しいんですけど、昨日この動画が急に上がって、多分皆さん気になってると思ったので、自分なりにですけど、和訳動画を作ってみたので、まずはそちらをご覧ください。で、よかったら始まる前に高評価とコメントとチャンネル登録お願いします。What's happening, buddy? How are you, bro? I'm good. How are you living?Good, good, bro. We never really got to talk about just like years ago when you said fuck on stage to me. I don't think it's very funny, to be honest. What, you're talking about that shit 6 years ago? Yeah. That was like a fucking... That was a joke. I know, but it hurt my feelings. Bro, you can't be serious. That wasn't real. That was like a fucking thing that got completely blown out of proportion.Well, you mind explaining, like, just what it was about? Bro, I was being facetious. I was being completely sarcastic. Yeah. I also can't tell if you're joking right now. Well, I don't appreciate it. ということで、日本語訳にするとこういう意味の動画だったんですけど、まずチャーリー・プースがジャスティンに対してファッって言ったのは本当に事実のことで、先ほどの話の通り6年前にチャーリー・プースのライブで We Don't Talk Anymore っていう曲の最後の方にファッジャスティンみたいなことを言ってたんですよ。で、その動画もね、あるのでご覧ください。はい、ということで、もうめちゃくちゃ言ってましたよね。チャーリー・プースはね、先ほど言ってた通り、まああんまり気にしないでくれみたいな、なんか場を盛り上げるために言ったんだよみたいな感じのニュアンスを言ってて、まあ、確かにね、まあ、あの場面でファッジャスティン・ビーバーっていうのはちょっとね、意味がわかんないから、まあそうなのかなと思ったけど、なんでジャスティンとも思ったし、実はね、ここはあんまり触れたくはないんだけど、実は We Don't Talk Anymore っていう曲は、チャーリー・プースとセレーナ・ゴメスの曲だから、まあ、6年前で、多分その時期は多分ジャスティンとセレーナが付き合ってなかった時期なのかな。ちょっとあんまり調べてないので、ちょっと予測にはなるんですけど、おそらく付き合ってない時期に、まあ、チャーリー・プースとセレーナ・ゴメスがこの曲を作って、まあ、それでなんかセレーナの気持ちを代弁したのか、ちょっとよくわかんないけど、ジャスティン・ビーバー。で、まあ、場を盛り上げるために言ったみたいな感じだと思います。さすがに6年前の当時は、ジャスティンも結構イライラしたと思います。この話は今となってはめっちゃ笑い話になるんだけど、自分がびっくりしたのは、まあ、最初ね、このキッド・ラロイとチャーリー・プースが電話してて、そこにジャスティンもいたから、キッド・ラロイがジャスティンに渡して会話したっていう感じなんだけど、そのジャスティンが6年前のそのジャスティン・ビーバーって言われたことについて、まあ、覚えてるっていうのもまあすごいし、それをチャーリー・プースに直接伝えるっていうのもすごいし、若干だけど、まあ、曲ではセレーナとも関係はしてるから、今にあってそこを突っ込むのもなんかすごいなと思って、一部のファンの方とかは、まあ、セレーナに関してはいるので、セレーナに関しての話題に触れたみたいな感じに思ってるファンも少なからずだけど、まあ、ちょっとはいました。今ではね、まあ、普通に仲いいぐらいの関係だと思うし、まあ、最近で言うと、まあ、ステイのビートもチャーリー・プースがまあ関わったりもしてるから、まあなんかビジネスとしてはいい関係に保ててるのかなと思います。まあ本当に友達としては仲いいのかわかんないけどね。はい、ということで今回はちょ急にね、動画を回してるので、台本もなく、自分が思ってることを率直に伝えてるので、ちょっと間違ってる部分とかもあると思うんですけど、チャーリー・プースとキッド・ラロイとジャスティン・ビーバーでこういう話があったっていうことについて紹介しました。なんか普通にすごいのが、チャーリー・プースとキッド・ラロイとジャスティンがその場にいるっていう、もう空間信じられないというか、なんかもうすごいなって思いました。音楽界の大スターがそこに集
まってるっていうことでもまずすごいし、3人でね曲とか作っちゃったりしたらもっとやばいなって思います。ちょっと期待はしてます。はい、ということで、もしこの動画ためになったなとか参考になったなと思ったら高評価とチャンネル登録とコメントお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。